おはようございます。はじめましての方、はじめまして、お久しぶりですの方、お久しぶりです。セガサターン、クロックワークナイト、ペパルーチョの冒険やっていきたいと思います。じゃあまずはオプション、いいね、後ろの眉毛が動くスタイルね。久しぶりだな、もうこれ小学生以来かな。あ、そのおねえか、社会人になってから配信で一回やったね。レベル、ハード、プレイヤーってのは奇数か、まあ一番下でいいんじゃない。A がジャンプ、B が攻撃、C がジャンプね。うん。いる？二つもジャンプ。まあ、行こうか。じゃあ。ちょっと覚えてないんですけど。まあ、ペパルーチョの冒険はね、すごいコミカル。セガサターンのアクションゲームの中でも、もうかなり評価高いゲームですよね。ゲーム性もいいし、ストーリーもいいし、グラフィックももちろんいいと。で、こう、結構その、攻略というより、なんて言うんだろうな。まあ、攻略か。いろんな要素があって、あ、やべえ、読み飛ばしちゃった。ごめんごめんごめん。なんだっけ、こいつ。なんか、ブニョニョンみたいな中のやつだ。ゾロゾロやってくる敵も、気絶した敵をぶつけると、一度に蹴散らすことができます。大難な様の得意な大技。一度に倒した敵の数が多いと、何かいいことがあるらしいのですが、このプルン、あ、プルンチョだったわ。ごめん。恥ずかしながら、一度見たことがないのです。さよけ。なんか、マップに入る前に、毎回なんか、ああやって、執事の人みたいなのが、いろいろ教えてくれるはず。ほらよ。あれ、当たんねえ。かわされたと言ってもいいわ。おい、おい、当たれ。一発ぐらい当たってくれ。
当たってけ当たってけ。おい誰もいねえ。こいつ何なんだろう。来いよ来いよ。おい惑わしてくるね。あ無敵。あ無敵か。おーいどこ行くね、どこ行くね。うわびっくりした。これは時間か、時間が伸びるやつね。一個取り損ねたからまあいいでしょう。ヘリコプターが突っ込んでた。謎の敵が襲来してチェルシーをさらっていった。それによってなんかおもちゃたちがね暴走し始めてる。でおもちゃの王子様がまあペパルーチョさんと、あと誰だっけ、なんか銀色のやつがいるわけよ。まあそこら辺よくわからん俺も。いいかこれ上そのまま行って。おあれは銀のねじ巻きは回復。え、どうもそうですね。金のねじ巻きが確かねさらに HP が増えるとかだったと思うんだよね。ほらよ暗い。あ、しまった。もう一回やらして、もう一回やらして、今のもう一回やらしてくれ頼む。こうやって戻って多分これで復活してる。そうでしょう。トントン、よし。こういうのなんかね、ここら辺こう連なってるやつだから、なんか順番にトン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 ってこうマリオのその甲羅を蹴るみたいな状態で、一キャップとかなんかそんなんがあった気がするんだけど。あれ何もないじゃん、これ。オールカラー。ワーク。ワーオクロックワーク5号。ルークオールワーク。もう、仕事を全部見ろみたいなこと。いっぱい隠し要素あるから見てね。一応今のところも隠し要素だからね。マイステージに必ず、なんです。あ、怖っ。一箇所ずつ隠し場所があった気がする。まあ、行かなきゃいけないってことではないから、暗い。まあまあね、見つけたら行くっていう感じでいいかな。ほらよ。おー、なんか、何かが起きた。経験、あれかな？一キャップしたんかな？あれ？これ完全に持ってきたな。持ってきちゃった。進みますか。このダッシュがいい。そしてこの跳躍力を見てくれ。ペパルーチョはね本当にこの身体能力が高い。やめてください。こいつは投げなくてもこうやって攻撃し続ければ星がどんどん多くなってって勝手に死んでくれる。おら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 、まあ、投げた方が爽快感あるけどね。まあそれはまあさておきというところですよ。よいしょ。トゲは別に一撃必殺じゃなかったと思う。一回踏んでみっか。一撃必殺じゃなかったと思うな。あ、そうよね。このゲームの一撃必殺は穴に落ちることぐらいだったな。潰されても一撃じゃないし。ちょっと余裕ぶっこくすぎたか。ロッカーに金色の歯車があればな。全回復プラス体力アップだから。危ないね。ああ、危ないね。落ち着いていくよ。俺のクロックワークは落ち着いてるんだよな。ペパルーチョを見てくれ、この優雅な散歩。こんな危険なステージもこの散歩気分。あ、ゴール。あー、はい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 。王だね。王のとこで着地すれば1アップとかあったと思うわ。行くぜ。わからんて。わからんくないこれ。動くんか下床。なるほどな。俺が完全にクロックワークっていう、こう文字が並んでるんだと思ってたわ。まあいい。1アップチャンスは、確かね、ワンアップだったと思うんだけど、ワンアップチャンスはまだまだある。おや、トンガラハン。もうここまで来たんでっか。アンさんも意外とやりまんな。そや、この辺には押したり引いたりできる積み木がありましたろ。ここだけの話やけど、あれには気付けた方がええで。実はな、押せる積み木がたくさんあるとこにはな。おっと、これ以上喋ったらおまへんおまへん。ご主人様から怒られるわ。でんがなまんがな。いてこましたのか。ウォーク、歩けって書いてるわ。歩こう。おー、ドリブル。ぶっ壊れた。目覚まし時計が。なんですか？びっくりした。これ上なんかあった気がするな。これを押してみっか。ほい、来た来た。え、あ、これ何これ。え、これジャンプだよね。ん、
かに使えんのかこれ。ん？あれ？ああよかったよかった。無敵！これはいい。無敵いいですね。うううう。危ね。ああ危ね。危ない危ない危ない。あ、これ下行けばよかったんか。下行けばあれね、青いのはね確か1アップで、青くないのがあって、青くないのというか赤いのが確か、3アップとかだったと思う。ちょっと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 言うこと聞いてください。スパイクが来たわ。昔さ、暴走族のお姉さんとさ、こう仲良くしてる時期があって、付き合ってるとかじゃないんだよ、仲良くしてる時期があってさ、高校の時、俺なんかの動画でも喋ったな、俺多分な、高校の時にさ、今度遊びに行くわっつってさ、あ、そうなんだ、遊びに来るんだと思って、どこに来るんだろうなと思ってたら、わざわざ校庭まで来て、しかもそのもうヤンキー仲間みたいなのすごい連れてきてさ、高校の時ね、もう急に取りかなんかもうグラン、なんか校門の前ぐらいまで、うち校門の外にグラウンドがあったんよ、うちの高校。校門の外にね、バーって車が来て、で車とバイクが来て、でもうそのまあ本名ね、佐々木、まあ俺は今祐介にするけど、佐々木祐介ってみんな叫ぶの。お姉さんは、うちの仲良かったお姉さんは多分その本当に遊びに来たよ的な感じで、佐々木祐介って呼んだのよ、最初に俺をフルネームで。いいじゃん、そこでいいじゃん。問題はその後よ、問題はその後。うわー、押せた、やった、 OK って書いてるもんな。もうその一緒に来た連中がさ、もう何を呼んでるかよく分かってないぐらいの、こうなんていうの、脳みその数というか細胞の数のやつしかいなくて、恐ろしいことになった。本当にもうなんか何人かはもう殺したのかなぐらいの勢いで、佐々木祐介っつって、あ、俺殺されんのかなと思ったの、普通に。何これ、何ですか、え、どうしたのこれ。とんがらごきげんよう、よくもこの場所が分かったで、君もなかなかやるもんだな。実は君のその勇気をたたえて、ボスの住処に銅のネジを置いておこう。ありがとう。漢字のネジを持っているル・ボンのやつ、ル・ボン、多分あのボールだね。いや、面目ない、今回は君一人の力で戦ってくれたまえ。なんだあいつ、無駄な時間、あ、クリアなんだこれで。あ、そう、あ、そうなのね。お主がオネオンの、お父さん、大旦那様って言うやつだね。オネオンの息子はトンガだ。わしの名前はパ・ズール。ジンジャーからお主のことは聞いておる。全然わからない、どれだジンジャー。この先では腹話術師人、腹話術人形のダンディーボブが門番をする。なるほど。人間のかぶる帽子で身を守っておるが、帽子が重すぎるので時々人休みする。その隙に後ろに回り込むこともできるはずだ。なるほど、まさに倒しことだな。来いよ。うわ、怖怖怖怖。なるほどね、なるほどなるほど、はい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 、こうか、こうね、はいはいはい、おー、いいねいいね、うわうわ、いってえな、わー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 、すごい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 、うぅぅ、来い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 、後ろに回り込んで来い、やおら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 、で、これで避ける。何やってんのほら、こんなん食らう俺じゃないよこれ。いいよ、なめんなよ、上から出るんだろ、また行って、じゃあ大丈夫か、よしよしよし、うわぁ、急にいつもとルールが違う、ルール変えてきやがったのこいつ、なんか何か弾け飛んだぞお前今、大丈夫、うん、どっちか来る、おら、この跳躍力を見よう。あー、まずいまずいまずい、これ帽子があれか、攻めでもあり守りでもある感じなのか。あー、しまった、これはしまった、やられた。あ、ライフが戻ってる、これ大丈夫かな、食らわないかな。オッケーオッケーオッケー、このギリギリを狙おう、あまり近づいてもよくない。おい、で、ここらへん、いいね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 、いいよ、ふっ、どこに落ちてくる、なるほど、落ちてくるところを示唆してんのか、あれは。へい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 、どんどんどんで、真ん中が落ちてくるぞと。オッケーオッケー、
もう分かったらこっちのもんよ。はい、へい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 。顔出せ、ほら。うわ、怖っ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 、何してんこれ。あー、ダメージ食らうんかい、これ。なになになに、うい、危ない危ない危ない、来いや、待ち構えるぞ。いやー、いやー、おい、危ない、ほら、え、なに、危ない、うわー、危ない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 。こんにちは。やったー、倒したか、イエーイ、危なかった、かなり強かったわ。凛々しいね。これで一面クリアっていう感じかな。ソリータン、ソリータン、何？あら、トンガラ、待ってたね、早速始めましょう。はい。クラウンは3枚までかけられる、どうする？どういうこと？ああ、男なら3枚ですぜ。ルーレットスタート。3枚を何に使うか。ああ、なるほど。あった、あそこだね。どこだと思う？俺ね、これだと思った。どう？イエーイ！続けて当てると2倍、外れると全部バー。まあやるよ、男なら当然続けるです。おいや、2倍ぐらいでとどめときたい。一番手前じゃない、これでしょ、カモン。運も実力落ちて、これが12位になるのか。一気にあったかくなるな。やろう、もう一回だけな。なんかもうみんな失敗して、失敗するとこ見たいまであるでしょ。まあもう一回だけやるわ。これじゃなかった。なあ、仕方ないな、これは仕方ない。まだできるの？あー、なるほど。じゃあとりあえずもう一回ぐらいやっとこう。5期ぐらいあれば十分でしょ。まあこれもう次うまくいっても外しても終わりにする。いや、むずい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 、もう目がおかしくなってきた。一番右だと思う、3時、ここだろう。全然思ったのと違ったわ。いや、もういいわ。ありがとう。いや、いいです、いいです。ありがとう。またやろう。楽しかったわ。